さて今日のアフターテラちゃん郵便学者内藤洋介さんです内藤さんよろしくお願いいたします 東京新宿区で女性がナイフで刺され死亡した事件男が殺人容疑で逮捕え送検されました、えー、新宿警察署から送検されたのが、えー、川崎市に住む和久井学容疑者51歳です和久井容疑者は新宿区のマンションの敷地内でこのマンションに住む平沢俊野さん25歳の、えー、腹や首をナイフで刺して殺害した疑いで送検されました 警視庁によりますと枠井容疑者平沢さんの自宅などで待ち伏せを繰り返したなどとして2022年ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されていたといいます枠井容疑者逮捕後の取り調べで1000万円以上の金を返して欲しくて会いに行ったなどと話しているということですがいやあそれにしても恐ろしい事件がまた起きましたねまあ恐ろしいことは恐ろしいですし、ええ、これやっぱり殺しちゃったらこれはもう絶対いけないということを 前提にして言いますが、はい、これ1000万以上見つ逃してたんでしょだ,だと思いますね。あの、えー、例えばこれ殺したことについては、これ殺人事件で、はい、あのきちんとやっぱ本裁きを受けるべきだと思いますが。うんえー これ結婚詐欺とかにならないんですかというのも今回の事件で枠井学容疑者51歳が結婚を前提に金を返し貸したが返ってこなかった、まあ、こういう趣旨の供述をしていることもわかっていますただこれまでに二人が交際していた形跡はないというんですねまあですからこの枠井容疑者の言っていることを信じるとすると おまあ、このいや結婚前提に付き合っていて金貸したのになんか全然、結婚する気配がじゃあ金返してくれって言ったんだけど、えー、何かこう逃げられつつあるからっていうことなのかもしれませんし、えーまあ、このいずれにしても現時点ではちょっとそのあたりは分かってないまあ分からないですけど、ね、でも例えば1000万以上を貢いで交際した形跡がないってこれはやっぱりこの時点で異常ですよ。はい E... É... 確かにで警視庁新宿署、涌井容疑者が一方的に好意を募らせていた可能性があるとみて容疑を殺人未遂から殺人に切り替えて捜査を進めているとし,ますしていますで。一応、被害者が亡くなっている場合犯人、被疑者の行為と死亡との因果関係が不明な場合はまず殺人未遂で逮捕されるということらしいですから、まあ、最初は殺人未遂での逮捕ということだったんですかね。 まあこれは、ねえー、あの手続きの問題ですから、粛々とやっていただければいいとは思うんですが、はいうんはい、で捜査関係者によると、枠井容疑者、平沢さんがかつて経営していたガールズバーの客だったということでえ、平沢さんのガールズバー経営を応援していた、結婚を前提に金を貸していたなどと供述しているようです。 自分のバイクや車を売った金で1800万円使ったとも話していると、えー、しかしお金を使っただけで2人が交際していた形跡は確認されていないといいます枠涌井容疑者2年前にも平沢さんへのストーカー行為で逮捕されていたということからも涌井容疑者の平沢さんへの強い思いが犯行に至らせたということなんですかね。まあだからそういういい面はもちろんあると思いますが、はい でもこ1800万円使って交際した形跡がないっていうのはどう考えてもおかししいでしょ、うんねええ、だってこれを例えばあのガールズバーを経営してたっていうことですよね、ええ、被害者の女性が。はい、とすると例えばこの被害者のビジネスに投資をしてたってうのは分かりますよ。ええ はい、でも投資をしてたんだらちゃんとビジネスとしての契約を結んでいろんなそのまあ手続きだったり例えばあのいくらそのじゃあ儲かった部分でいくらこちら何杯残せるとかっていう話があるわけですけどもそれもないだって変なし何にもない人に100円だってくれないじゃないですか。でこれをしかも自分のですよ 馬クや車を売ったっていうのもこれも後から出てきますけれどもやっぱりこれは非常にその人が心血を注いで生涯かけてつ、はい、やっぱりあの愛情を注いだ馬クや車を売るっていうことは、うんはいね、少なくともこの涌井容疑者の方は彼女と結婚するつもりがあったわけです、はいえー、でそれをじゃあそのつもりがなかった嫌だってお金だけ受け取っておいてドローンってこれ 立派なな結婚詐欺じゃないですかーー、えー、私これねあのこんなこと言ってたぶん反感を買う人いるかもしれないですけど被疑者死亡の結婚詐欺で告発すすべきだと思いますよ、えー、あのそれこそこ,この間捕まったいただきいい子でしたっけ、はいえー、あれもそうですけれどもこの手のねやっぱり男要するにあの困難女性のあれもそうだけれども女性は常に被害者って思い込みがありますが、うん、も,もちろんそういうケースの方が比率からしたら多いんでしょう。えー、でもね 女の人にだって悪人はいるわけですよはい、えー、で、枠井容疑者のストーカー禁止命令の期間が終了した後の令和5年7月平沢さんがストーカー禁止期間の延長や対応の継続を希望しなかったことなどから警視庁はストーカー事案としての対応を終えていたそうです、まあ、そんな中、枠井容疑者は今年5月7日の夜平沢さんが住むマンション付近で待ち伏せして翌8日未明に今に コンビニに来た平沢さんに声をかけ刃渡りおよそ10センチのナイフなどで複数回刺したとみられています逮捕された現場からは枠井容疑者らしき男性の金返せ金の問題だろうみたいなえ怒鳴り声ですとか俺はストーカーじゃないというような声が聞かれたといいます枠井容疑者としてはストーカー禁止法による接近禁止が解除された後でお金の問題を追求して殺害した とということなんですかねだからこれもああのー、まあ、これ被害者のね、はい、人を女性を悪く言うのはけしからんって言われるかもしれないけど私この情報だけ聞くとね、はい、あのストーカー禁止期間の延長しなかった作業、うん、継続しなかったってことは下<え>たしたらもっと引っ張ろうとしたんじゃないですかええー、はいいなんかそういう悪意をちょっと 感じますね私はすいませんこれ違ってたら申し訳ないし、はい、もちろん、まあ、こ,ここの限りですから、ね、ここの限りで,、はい、であ,のあくまでもこれは殺した方が悪いという前提で話をしますけれども、うんはい、だってこれをですねこの人をストーカー禁止って言ってますけれども普通に考えたら1800万円貢いでこれ結婚するつもりで貸してじゃあ事業の資金でもいいですよ貸して、うんはい、帰ってこなかったらお前返せよって言うじゃん、はい、それを例えばですよ本当に純粋に金返せと言ってきた人を、うん これは例えば若い女性に対して中年の男が言ったことによってこれストーカーだと言って相手にしなかったと言ったらとんでもないじゃないですか。 で枠井容疑者ですがバイクや車を売って平沢さんにお金を渡していたようなんですが枠井容疑者根っからの乗り物マニアであったといいます枠井容疑者の X への投稿によりますと2年前にストーカー行為で逮捕される直前に限定300台の生産で伝説のバイクとも言われるホンダ NR を手放すことを決めたと投稿を上げていたといいますでその時の投稿を読み上げると 16年間大事にしてきた NR の突つぎ先が決まりました自分の中では最高のバイクでしたのでもうバイクを買わずに乗りたいときはレンタルバイクに乗ろうと思っています NR 君16年間の君との楽しい思い出は忘れないよなんだか切なくなってくる文面なんですが、まあ、そんな思いの詰まった愛車を手放してでも 平さんんにお金を渡したたかかっってことなですねだからこれやっぱり普通じゃないですよ。でこのお金の重みを分からなかったわからないはずないでしょ。でこれ分からないでこのバイクだけじゃなくあて車もですねスポーツカーも売ってるわけですよ。でじゃあ例えばね100歩譲ってじゃあこの。 バイクを売ったお金は受け取ってでその後、例えばじゃあこ,これでも交際もしなければビジネスの関係でもないというだって、こんなじゃあこの受け取ったお金をじゃあごめんなさい、この平沢さんね被害者の、はいはい、この人、税金申告したんですかいや分からないですね、その辺りはね。だってちゃんとした正規のお金だったら、ええはい、例えばそれは結婚する資金で受け取ったらそれは申告する必要ないでしょ。で、はい、でもこれれ例えばば事業の資金だって言うんあ当然、うん 増税の対象になりますよね,すね、えー、後ろ暗いことがなければ当然申告してますよね、はいえー、これ申告してなければこれ脱税じゃないですかはい、えー、確かにそうですね、えー、申告してなければはい。だって人からもらってるんですもんね何の理由もなく人からもらってるっていうことうこれどうなんですかはいうん でそしてですねその投稿の1ヶ月後中古価格で1000万円以上はすると言われる愛車のホンダの真っ赤なスポーツカー nsx も売却していますまあ、その時の投稿をそのまま読み上げますと20年9ヶ月乗った nsx を手放しました最後立ち会う予定ではなかったのですが気になって家に戻るとちょうど車庫から出ていくところでした 君の走っている姿を見たのは初めてだけど、本当にかっこよかったよ。今までありがとう。新しいオーナーさんに大事にしてもらうんだよ。元気でね。バイバイ。まあ、まさに涌井容疑者のバイクや車への愛情が伝わってくる文面とも言えますが、まあ、その裏で涌井容疑者、自分の父親に。 俺、結婚するからと電話をかけてきていて、え、その際、相手の女性に本気で結婚するなら、車とかバイクを処分してお金にしてくれと言われたと言っていたそうです。で、この発言が事実だとすると、枠井容疑者が殺された平沢さんに騙されたという可能性も。まあ出てくるわけで、まあ、ここでしっかり警察が対応してくれていれば、まあ、こういった悲劇は生まれなかったのかもしれないということですね。 いやだってこれ何ですか本気で結婚するなら車とかバイクを処分してお金にしてくれ？えー、はい。ええー、おかしいでしょ。うそうですねこの。だって例えば、はい、お金がまあ必要だったら、はい、例えばじゃあ一千万用意してほしい。事業資金で用意してほしい。千六百万が必要だとかって言うならわかります。はい、えー。でその手段としてどういうふうなことをやったって、うん、それは構わないわけでしょ。はい。例えばこの人があの枠用意者が預貯金があるかもしれないし、銀行でローン組むかもしれないし。うん で、それを車やバイクをですね、売ることまで要求して金をよこせって、明らかにこの時点でおかしいじゃないですか。うんうん、はい、そうですね。ですから、この枠井容疑者が親にこの言った発言が、ええー、まあ、まっ当だとうだつるなら本当おかしいですよね。これもね、絶対おかしいですよね。 で枠井容疑者が車とバイクを売り払ったのは2021年12月の話だったようですが枠井容疑者の父親によりますと2021年の終わり頃に息子がその女性と喧嘩したと言い出し結婚はダメになったと報告を受けたと言います枠井容疑者の父親は就英社オンラインの取材に息子は女性にお金を渡した後一方的に冷たくされたらしいと話していてその後息子がお金を 返してくれと言ったところ全く相手にされなくて揉めるようになったと説明していますそして揉めているうちに女性が警察に通報し枠井容疑者がストーカー行為で逮捕されたとこういうことだったようです、えー、息子は詐欺詐欺罪で女性を訴えるとも言っていたようですが ええ警察に相手にされなかったと話していたと言いますね。えー、容疑者側の話だけですから、今私がお伝えしたのはまあこれだけで動機など判断はするべきではないかと思いますが、まあこの悪意容疑者の言い分を仮に信じるとするならば、まあ多少同情してしまう部分もあるなあという感じがします。<や>あねえ、えー、だってこれじゃあ例えばですよ。はい。 お金渡した後このじゃあ1000万以上のお金ですよ、1800万ですか。はいえー、これ、何に使ったんですかはい。ねえー。まあ、これも推測値期出ませんが、お店がそんなに繁盛してなくて、その運転資金に充てたとかね。でも 1, 1>、えー、1800万ですよ。はい、えー まあだから、まあ、いくらかかるかそれは知りませんけれどだけど、うん、当然これは例えば返してくれと言って返せないにしても何に使ったかこれきちんと説明する義務はあるでしょうでしかも返してくれってことは、はい、貸ししたといいううわけでしょ、うん、は結婚がもうなくなったと思ったから、はい、だったら返してよと。と当然ですよ、ねはいえー、だって結婚するなら本気ならあの車とバイクを売ってお金にしてって。 ね、そ,うでその時に結婚するつもりがなければ、うん、やっぱり私はだめですっていうことでこれも完全にむしり取るつもり満々の詐欺師じゃないですかあくまでもこの容疑者の証言が正しいすればですけれどもでも。 例えばこれは客観的にあれで見てねねしかもこれやっぱりです、ね、あの特にその警察というのがもちろんその女性の,、ねうん、あの被害が多いし女性が弱いから保護しなきゃいけないってそ,れはそのは一般的にはその通りなんだけれどもしかし悪質な女性だっていっぱいいるわけですよ、はい、だからその時に例えばこれを一方的にストーカーで逮捕したっていう時に、うん、な,なぜこのじゃあこの時にじゃあストーカーで逮捕されたっていう時に当然、これ警察で事情を聞いてるわけですよね。はい でこの時に涌井容疑者はこれだけお金を払ったのにってなんで相手にされないんですか、えー、明らかにおかしいでしょ。うー で捜査関係者も枠井容疑者と平沢さんが知り合った時期と愛車を手放した時期が重なっていること愛車を手放してから間もなく枠井容疑者の平沢さんへのストーカー行為が始まったことを認識していると言いますで今後この事件殺人事件として捜査が進められるようですがもし枠井容疑者が詐欺事件の被害者だったということがわかると、えー、枠井容疑者のこの刑罰も若干変わってくるの かどうかですね。まあ<で>もちろんその人謝めてしまう、ね、もちゃいます。一番よろしくないことですけど多分わからないですけど、えー、こうやっぱり詐欺師っていうのは一回だけってことないと思うんですよ。はい、多分この女性の本当にこれ詐欺師であれば、当然詐欺被害にあった男性というのが、えー、私他にいると思います、ね。は他にも、ね、いる可能性は高いと思いますね。はい、で泣き寝入りしている可能性で、例えばこの千八百万じゃなくて、変な話百万ぐらいだったら。 何、ね、とかっていうねまあしょうがない,かないなで、まあ、出したでなんか結婚前提に付き合ってて100万であ喧嘩してであなたとはもうダメって言ってで金返してくるそれで言いますよね普通だったら100万だって大金なんだから、ね、で返してくるでもでばっくられてでカーって言って。 で100万だったら泣き寝入りの可能性はないとは言えませんもんね。私ねこれだからもうちょっとこの被害者をちゃんとと洗った方がいいと思い思すよあ、はい、あのやっぱりね、うん、あの一番悪い例えば電車の中で一番悪いのは痴漢をする男なんだけれども、えー、だけどその痴漢冤罪を作り出して悪さしてる、うん、あの女性犯罪者っていうのも一定のあれでいるわけですよ。うんはい、で頂きりりこもそうだけれども、えー、明らかな詐欺でしょ。うん あのね、これやっぱり、ねあのー、男性の女性に対する加害を厳しくやるというのであれば女性の犯罪というのも同じように厳しくしないとこれ、やっぱりそれこそ女性活動団体はですね、それこそ困難な女性支援とか,とかああいうことをやっている連中がこれこれそ本当の意味では女性の敵だって彼の人たちが騒がなきゃ、うん、これが事実だとすれば。えー とにかく、頂き l i リリ c の判決がやっぱ甘すぎるということであれだけ人の人生めちゃくちゃしてるんですよ、えー、だから、もちろんこの涌井容疑者は殺人犯として罪を償ってください。はい、だけれどもまず警察が、うん 学友者の,その詐欺の訴えを単なるストーカーとして片付けた、やっぱりこれは僕、桶川のほらストーカー事件の時に警察がちゃんとしたあの捜査をしなかったということが問題になりましたけどもそれと同じようにやっぱりこの,この件に関してはあの担当した警察の責任っては僕、十分にあると思いますね。はい、はい以上アフターテラちゃんんでししたた内藤さんありがとうございました